おはようございます。学部地や次男画坊の、2代目店主長谷川です。こちらがですね、 JR 中央線の高架で、ここ東小金井駅から歩いて、そうですね、10分もかかんないとこなんですけども、今日はちょっと日曜日なんで時間に余裕があるんで遠出してみました。でですね、そこをまっすぐ歩いていきますと、なんかちょっとこんもりとしたね、緑が見えますが、ここはですね、かの有名な、日本のディズニーなんていう表現はちょっと語弊があるかもしれませんが、あの宮崎駿監督のアニメスタジオ、ジブリですね。スタジオジブリがですね、実は小金井市にあるんですね。スタジオジブリです。ね、まあ、ちょっとさすがにこの時間誰もいないでしょうけどね。トトロあたりが出てくると面白いんですけど、そういうことも多分ないでしょう。防犯カメラに映っちゃおうかな。ね、見学はできないんですって。残念ですね。はい、ちょっとスタジオジブリのご紹介、勝手にご紹介でした。こんな感じです。はい、額縁や次男画坊の長谷川でした。ありがとうございました。